フランスに住んでも日本にいても、僕は空を見上げて雲からたくさんのインスピレーションを受けるんですね。それこそまさしくね、流雲といって竜の、ね、獣神様が雲の形になって現れることもあるし、虹色の彩雲を見ることもあるし、風っていう字に見えたりとか、なんかその日僕の背中を押してくれる文字が雲が本当にヒントとして教えてくれるので、その喜びを作品にしたいなといつも思ってます。禅僧の仙さんが描いた丸三角四角、フランスでもよく描くモチーフなんですけれど、基本的にはフランス人ってよほどのことがない限り漢字が読めないんですね。でもそんなフランス人が、これなんて書いてるのかなって、例えば丸を見て、これはいろんな諸説があるけれど、これは宇宙だよとか、それこそ雨粒って言ってくださる人もいるし、受け取り方はもうそれぞれだから、ただ今を生きるっていうエネルギーが全ての文字に入っている。僕はもちろん漢字をインスピレーション、漢字をヒントとして作品を作ることがすごく多いんですけれど、なんか漢字を書くっていうよりかは、なんかエネルギーを放出するっていうことをすごく意識しているので、今日もやっぱり作品を本当に無量寺のね、美しいその境内の中で書かせていただいている時に、なんかエネルギーが爆発する。でもそのエネルギーっていうのは、もちろん自分の中から来るものも、もちろんそれは前提としてあるんだけれど、なんかどこかの誰かが僕の背中を押してくださる。このコロナ禍で苛立ちや悲しみがある中、やっぱりその明日は約束できないから、だからこそその日の選択、選ぶこととか、その今を生きるその瞬間をしっかり生きてないと、なんかすごいチャンスをなんか逃すような気もしますし、明日は誰にも約束ができないからこそ、この瞬間を書き留めたいなと思ってます。